ごめんなさい。時々やるんで。どの辺を構えてるか分かりますか？はい、お腹の内側2箇所です。大体でいいから。パッと見た時に。このお腹、この辺。この辺とこの辺。こんな感じです。分かりました。今裏から見ますか？もう血がついて。分かんないな。で、もう血は全然ついてないわけ？はい、床材等にもついていなかったので。じゃあ出血は止まってるよね。大体さ、おっと、ちょっと待って、危ないな、ちょっと待って。うちの子みんな元気ここに来ると。大きいケージ持ってきますか？大きいの持ってきて、ちょっと危ない。落ちたら困る。すみません、先生。めちゃくちゃ危ないな。うん、ここにあるね、紙切り。あ、これ、あ、これ違うよね。すごく解説組。そうか、もう自分で毛づくろいしてる。たぶん傷のところを舐めちゃったんだよね。舐めてました。だからもう全然血は残ってないんだ。中田さん、うんちいっぱいしたわここでそれちょっとそちらにあげて。まだどんどん出てくる。ちょっとなんか便秘にっぽかったような気がしたんです。そのうんちざっくり数えといてね。ちょっと私では見つけられないな。ここはね、ここは知ってます？臭腺。はい、はい、これは正常ですからね。匂い袋、気づかは私はわからないよこれ。はい、医療センターさんの先生からもしかして場所が書いてあるかも。すいません。あ、書いてあるかもしれない。書いてあるかも、わからないんですが。ちょっとこれフレッシュウンチ、うんちゃち渡して、はい、いいですかこれ。あ、はい、はい、垂らしてね、垂らしてね。はい、じゃあちょっとここでね、ちょっと自由にしとってください。動きみますから昨日病院行った時は血がついてました、体に。はい、少しひっくり返すと。あ、ちょっとわかりました。はい、白い子なのでお腹に血。外傷の左脇出血斑、肛門1か所に左脇なんだ。右の方だ。結局注射は打ってないんだよね。先生がこんなんだったので、お手元が。そう、若い先生でしょ、だって多分。いや、でもご年配の先生。ご年配なんだよ。ワンちゃんと猫ちゃんのご専門みたいで、ハムスターは診察したことないかもしれない。これちょっとコピー取ってきて、はい、2枚、あとはお返しします。わかりました。で、動き自体もさ、全然元気。ものすごく元気です。一晩中回し車で回ってます。わかりました。じゃあ今からね、この場でね、ちょっと治療します。はい、場所がちょっとはっきりわからないんで、この円全体的に抗線照射療法といって、はい、血流を良くして炎症を沈める、はい、痛みを和らげる治療をしますね。はい、じゃあこれね、はい、ですね、近赤外線っていう、まあ、スーパーライザーズという機械なんですけど、もともと人間で、ね、慢性疼痛、首が痛い、腰が痛い、関節が痛い、そういうところに当てて血流を良くして痛みに和らげたり、皮膚疾患、まさに外傷ですね、やっぱ傷を早く治す、あと脱毛症とか、からよく小動物で私使うのが、ご飯食べなくなった子にお腹にあったり胸にあったりして体の血流を促すと、そういうのにも使います。ちょっと長田さんちょうだい。これどうぞ。はい、ありがとうございます。60、60の1分でください。で、その前にちょっと点眼しなきゃ。で、ちょっと目を保護するために。はい。ごめんね。かわいい。かわいいね。かわいいけどさ、ちょっと、この動きされるとちょっと怖いよね。確かに。おい。いいよ。いいよ。OK。はい。今の点眼薬は、はい、なんだっけ、ホウ酸とヒアルロン酸が入っている目薬ですね。目を洗うというと 目に潤いを与える。これでお腹が切られないよね。よいしょ。この、ね、私の持ち方ちょっと見てもらうとね、はい、親指が顎の下にいってる、はい、で中指がぐるっと頭の後ろ巻いてるわけ、はい、で人差し指も頭持ってて、相互関与に持ってるんですよね、はい。はい、以上、撮影でも動画でも。先生、すいません、ちょっと勉強させてください。はい、撮ってください。こういう持ち方ができるとさ、今日薬出しますけど、はい、薬も飲ませやすいよね。あ、はい、ちゃんと持てると。あ、
でこの光は4センチぐらい中ぐらい中まで入ってきますから、例えばこうやってやってもこの子には行ってます。あ、はい私の指を通して、ね、でもまあダイレクトに行った方がいいと思うから、そしてあと上から行きます。よいしょ、ごめんね、もう1分ちょっと回してくれる？はい、はい、うんち体についちゃったね。これでちょっと後で目に当てるようにしてから全体に、交渉だけどそうかな、もう傷跡がなくなってるから、でもやっぱ噛んだ跡がさ、そこからバイキンが入って生まれると困るんですよね、はい、だからちょっと1本だけ注射します、はい、エンドフロクサシンっていう抗生剤で、はい、それから後の目薬出しますから、はい、一般状態観察しながら、はい、いきましょう、はい、60分元気ってさ、うん、なかなか当てるの大変だよ。そう、サムガリアンっていうかさ、はい、やっぱり一緒にすると喧嘩するね。本当に私も不注意ですね。いや、しない子たちもいるんだけど、はい、喧嘩する方が多いですね、はい、どうしてもね。べったりくっついてるかもしれない。ごめんね、そーっとちょいって取りたかったんだけど。先生、足の爪が気になるんです。この子左の後ろ足のビヨーンって一本爪がね、まあ切れる子も中にはいるけど、切れん子の方が多いですね。あ、もうちょっと様子、そう、これね、これ見てて、これ見てて。中田さん、これちょっとメモって作ってくれる？バイトルバンビオグルタが上がってる、ね。ロ。あ、取れた、取れた。ありがとうございます。取れましたね。新しいのじゃないですよ。新しいの。よかった。57ミリかける。かわいい、この子ショップでも噛まれて、この顔の鼻の横に傷がある子なんです。そうなの？お店でもそれで、あの残ってたって。ネット持ってきて、あの、ハムスターって使っちゃいけない抗生物質がありますので、はい、これはハムスター OK です、はい、乳キノロン系のエンドフロクサシンね、はい、だけど体重がこれだけだから本当に打っても 0.01cc という、わ、 0.1 のさらに10分の1ぐらいね、0.1 のさらに10分、難しすぎて。はい、ごめんね。え、じゃあ、そうそう、中田さん、ちょっともちょっと補填してくれる？じゃあこの持ち方でいこうか。ネットごとさ、こうやって押さえて。ネットごと、うん、はい。薬作って。ごめんね。いいよ。はい、終わり。緩めて。取り込めた。で、ネットもここに置いて、袋開けてからね。開けて、ごめんね。ありがとうございました。それで次、薬の説明、はい、まだちょっとできてませんで、薬の飲ませるところ、一回飲ませますからね、はい、飲ませたところも見た方がいいかなと思うんで、はい、一回止めます。